ジョージ・フロイド抗議運動は白人警察官による黒人男性の死亡事件をきっかけに2020年5月26日よりアメリカ合衆国ミネソタ州ミネアポリスで始まった抗議運動。この抗議運動の名称は死亡した黒人男性の名前に由来している。当抗議運動はアメリカ全土のみならず世界に広がった。2020年5月25日 アメリカ合衆国中西部ミネソタ州最大の都市で、あるミネアポリスで、白人警察官が、偽殺仕様の容疑で拘束していた、ジョージ・フロイドという名の黒人男性の首を膝で8分46秒間に、渡り強く押さえつけ、死亡させる事件が発生した。一緒に行った同僚の警察官3名は、白人警察官の行為を制止しなかった。この様子を収めた動画が拡散され、 翌5月26日には死亡現場の近くで人種差別と警察の暴力に抗議するデモが始まった。ジョージ・フロイド抗議運動は、はじめはミネソタ州ミネアポリス・セントポール都市圏という地方での抗議活動であったが、ブラック・ライブズ・マター運動の支援を受けて、しばた叩く間にアメリカ全土に波及し、国外60カ国以上、2000以上の都市と町にも広がった。 抗議活動を継続中の7月3日、時点における複数の世論調査の推計では、国内のデモ活動の参加者数がすでにある時点で1500万人から2600万人に達しており、抗議活動ではアメリカ合衆国の歴史上最大の規模になるだろうととみられている。抗議運動は概ね平穏に推移しているが、一部の都市ではデモ活動が暴動と化し、略奪が発生し、 路上で警察との小競り合いが起こった。抗議活動に対応するため多数の警察官が投入されたが、その過程で警察による暴行事件が数多く発生しており、記者が暴行の対象となるケースもあった。アメリカでは6月3日までに少なくとも200の都市が夜間外出禁止令を発令しており、また少なくとも30以上の州及び、 ワシントン DC が6万2000人以上の州兵を動員し暴動に備えた。逮捕者の数は6月30日までに1万4000人を超えた。これらの逮捕者の数にはジョージ・フロイド死亡事件に関わった警察官4人全員が含まれている。また死亡者の数は7月5日までで少なくとも28人に達した。ジョージ・フロイド抗議運動をきっかけに 警察の不正行為、制度的人種差別、限定的面積特権、警察の暴力行為を排除すべく、連邦政府レベル、州レベル、基礎自治体レベルにおいて、数多くの法的提案が行われた。一方、それらとは、対照的に、トランプ政権は、その強硬な姿勢、軍事的な対応、攻撃的な現時において、他方面からの批判を受けた。また、 抗議運動を契機として黒人差別に関連する記念物の撤去運動や名称の解明運動がアメリカ国内のみならず世界中で高まりを見せた。なお、ジョージ・フロイド抗議運動は新型コロナウイルス感染症の世界的な流行の最中に発生した運動である。白人警察官が膝でジョージ・フロイドを押さえつけていた時間8分46秒。 ジョージ・フロイド抗議運動のスローガンの一つとなり、象徴的な存在となった。一方で、その正確さには疑問が持たれており、後に検察は誤りを認め、7分46秒に訂正した。詳細は以下を参照すること。トランプ政権の対応への批判は以下を参照すること。ありがとうございます。